皆さんこんにちは、クラシックサクソフォン奏者の住谷美穂です。プロデューサーの Q です。よろしくお願いします。お願いします。今日はプロデューサーの Q とトーク形式でお送りしていきたいと思います。またガヤをたくさん入れていきたいなと思います。はい、お願いします。住谷さんにすごい聞きたいことがあって来たんですよ。住谷さんってサクソフォニストですけど、普段どんな音楽聴いてるんだろうなと思って、クラシックのサクソフォニストなんで、クラシック聴くのは分かってるんですけど、ポップスとかって聴くのかなっていうのをちょっと思って。結論言うと、ポップスは聴きます。おー、聴くんですね。はい、もちろん、はい、8割9割聴くのは、クラシックがメインなんですけど、うん、たまにポップス聴くんですよ。はぁ、どんな曲を聴くんですか？あんまりね、たくさんのアーティストを聴いてるわけではないんですけど、自分が好きなアーティストが何人かいまして、星野源さん。星野源。はい。そして、嵐の皆さん。嵐なんですか？はい、嵐。そこで嵐来る。はい。詳しくまた後で話しますね。で、あとは、最近、ハマってるオフィシャルヒゲダンディズムさんです。ヒゲダンですね。はい、その3つなんですね。そう、そこしかむしろ聞かないぐらい。知るきっかけになったのがドラマですね。あ、やっぱりドラマ入りなんですね。そうなんです。逃げるは恥だが役に立つっていうね。逃げ恥ってやつ。逃げ恥ってやつ。それと恋は続くよどこまでもという恋つづですね。恋つづです。まあ、BGM が流れれるじゃないですか、テーマソングというか。それ聞いた時に自分的に結構ビビッと来るものがあって、おー、まあ、もちろん星野源さんもともと知っていたんですけど、ヒゲダンの皆さんのは本当に聞いた瞬間ハマったというか。へえ。この人たちは誰だ、調べて、そのドラマの主題歌みたいな感じで調べたら、ヒゲダンの皆さん出てきて、なんて素晴らしい音楽をするというか、もう2、3ヶ月前ぐらいからですけど、そこからずっと聴いてます。まあ、テーマソングのね、I Love って曲が、I Love、うん、ドラマであったんですけど、はい、その前奏を聴いた時に聴かれるものがあって、で、しかも前奏結構長いんですよ。長いですね。そう、歌が入るまで。で、すごいそこでまず引き込まれていって、で、歌声聴いた時に、誰とも被らない歌声で、その方結構歌声が高いんですよ、男性の中でもね。そうですね、割と。なのでそれを聞いていて、自分でもなんか歌える曲なんだなみたいな。まあ私結構ね、声がハスキーで低いんですけど、自分全く歌える曲がなくて。あ、それは声が低いから。低いからっていうのもあるし、もちろん人を知らないっていうのもねあるんですけど、うん、そう、だから全然カラオケとかもあんまり行ったことないです。音域的にハマるなっていうのもあったりとか、うん、曲調がただ単に単調な感じで進んでいくのではなくて、ずっと盛り上がってるところもあれば、すごい寂しいような、こうそこでこうまた引き込まれちゃうみたいな。あ、そう、なんかね、こういろんな面が一曲で見えるのが好きになっちゃいました。ちょっと聞いてみますか今。お、聞きます。ちょっと聞いてみましょうか。はい、聞いてみましょう。はい、今聞いてみて、こうどの辺がやっぱポイントになってきます？普通に A メロ B メロサビに行って、また繰り返しとかではなくて、またね、曲の雰囲気がガラッと変わってどんどん展開していくんですよ。で、1回目に戻らずに展開していった上でまた同じサビが来たりとか、決まったところで、はい、ここで A メロ B メロサビとかではなくて、いい感じにも盛り上がったけどまた沈んで、また盛り上がってって、こうあんまり予測できないところがすごい心地いいというか、自然、なんかクラシックっぽいというか、自然にこう音楽が進んでいってるのが自分の中ではすごいハマって、ヒゲダンの皆さんの曲は静かな部分みたいなのがやっぱり何箇所かあって、自分の中にこう素直に入ってくる歌声っていうのがなかなか今までなかったんで、すごいなんか聴いてて、なんて本当に素晴らしい人たちなんだろうっていう有名だから好きとかじゃなくて、本当に知らなくて好きだったので、好きになったので、本当にそのヒゲダンの皆さんが持ってるものっていうのは素晴らしいなって思いますね。やっぱこうしっかり、なんですか、音楽的に聴いてるんですね。私は歌詞を見るとか、そういうところから入ってこなくて、例えば分かりやすく言うと、
メロディーを聴いて、そのメロディーが好きだからその曲が好きになるみたいな感じなんで、何か誰かのアーティストのアルバム流してて、何の曲が好きとか曲名わかんないんですよ。この、はいはいはい、この曲のこのメロディーが好きだからこの曲好きみたいな。だから結構ね、音から入ることが多いので、さっきねずっと言ってきたアーティストの方々は全部ハマったっていう感じです。なるほどなるほど、うんうん、歌詞から入るんではなくてメロディーから、そう、耳から。そうなんです。嵐はどうですか、はい、嵐の皆さんは、私が中学校の時に、中学1年生の時に結構周りが好きな子がいて、自分は全然知らなくて、流行りのドラマも見てなくて、まあ嵐って存在はねもちろん知っていたんですけども、全然見てなかったんで、なんか5人いるなぐらい、そう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 、かっこいいお兄さんがいるなっていう、かっこいいお兄さんが感じだったんですけど、でも友達に勧められて、アルバムがすごい良くて、キャラクターが結構確立してると思うんですよね、嵐の皆さんは。5人それぞれのキャラクターが。そうそう、歌声も、まあ、テレビでもそうですけど。で、そこで、まあ、もっと嵐を知りたいってなったので、テレビを、あの嵐のね、番組を見るようになって、嵐の皆さんのトーク力が本当にすごくて。おー、なるほど。そう、あの、歌だけじゃないとこで、結構かなり惹かれたっていうのは多いかもしれないですね。結構大学生ね、あの、入ってからもずっと嵐の番組を録画して、勉強のために見るっていうわけじゃないですけど、そんな感じで尊敬っていう意味で見てたかもしれないですね。まあ、角谷さんもこうメディアに取り上げられるとこあったりして、視聴者の前で喋るみたいな、まあ、YouTube もそうですけど、はい、あったり、その勉強にもなるみたいなところがあったりするんです。本当にそうで、まあ、もちろん演奏会でもね MC とかやったりするときに、一人でどうにかしなければいけないっていうことがかなりやっぱりこの職が出て思うので、そういう時にテレビのね、この参考にするアーティストとか、あの、まあ、タレントさんとかを見て勉強するってことは結構ありますね。うん、カラオケの話さっきちょっと出ましたけど、カラオケ行かないんですか？全くと言っていいほど行かないんです。あ、行かないんですね、はい。まあ、もちろん自分から行こうともならないですし、周りもあんまりあのカラオケ行く人がいなくて、人生で多分10回とか行ってないと思います。10回行ってない、うん、本当に5回とかかもしれないです。少ないですね。それ少ないです。それこそ本当に歌う曲、自分が歌える曲もすごい少ないので行けないっていうのもあるんですけど、もし歌うならそのさっき挙げたアーティストの方々ぐらいしか歌えないです。なんかこう他のサクソフォニストとか、まあ、他のアーティストの方とカラオケに一緒に行くとかも、それはね人生で2回だけ覚えてます。2回だけ。サックスの方々と行ったの2回だけです。コンクールの後の打ち上げと、まあ、打ち上げって言ってもね、ある2次会とか3次会ぐらいですけど、とあとは普通に仲いい人と1回だけ行ったぐらいです。歌わないで行く時があって。歌わないで行く、はい、っていうのは楽器の練習をしにカラオケに行く時はたまにあります。あ、なるほど。防音がすごいですもんね。すごいんです。なので何かのリハーサルとリハーサルの間の空き時間が少しだけあって、家に帰ったりカフェに行ったりするのはもったいないなと思って、ちょっと2時間とか3時間の空き時間でカラオケでちょこっと隙間練習みたいな感じでは結構利用してますね。結構そうやって使う学生さんとか結構多いんですか？うん、多いと思います。それこそあの学校が試験期間で入れなくて、なおかつ家が防音じゃないとかね。あ、結構シビアな問題の時、シビアな問題の時に使ったりはすると思います。昔私も大学1年に大学1、2年生の時は防音物件じゃなかったので、うん、あのカラオケによく行って練習してましたね。クラシックとポップスとどう聞き分けてるんですか？結構はっきりしてるんですけど、クラシックは結構自分の中では休むというよりは勉強みたいな感じなんで、しっかり聞きたいんですよね、うんうんうん、なのでポップスの時は例えばですけど、自分の家から最寄り駅に行く途中、外を歩いてる時とか、まあ、行き帰り、そういう時にポップスを聞くようにしてます、うんうん、まあ流して聞けるみたいな感じですね。で、例えば電車の中とか家に帰ってきてこうずっと座って聞いていられる時、まとまった時間が、そうそうそう、耳がねしっかりその音楽に集中して聞ける時はクラシックみたいな感じで結構分けてます。なので家でポップスを聞くことはあまりないです。なので外で聞くことが多いですね。でクラシックの曲ってやっぱりサックスの曲を聞くんですか？全くと言っていいほどあんまりサックスの曲は
聞いていないんですよ。あ、聞かないんですか。はい、もちろんあの中高時代とかは音作りだったりとか技術的なものでサックスの曲を聴くことはよくあったんですけども、今は結構他の楽器の演奏を聴くこと多いですね。例えばバイオリンとかピアノ、あとオーケストラの曲とか、本当に勉強を兼ねてそのサックス以外の方の演奏を聴いて自分の演奏に生かしていきたいって思ってるので、そういう方の演奏を聴いたりとか、あとはレパートリーですね。サックスのレパートリーを増やすためにいろんな曲をいつも探してます。クラシックの曲もやっぱ聴くけど、気晴らしにこうポップスもちゃんと聴くんですね。そうなんです。なので四六時中クラシックというよりは何ミリかポップスは聴いているっていう、まあ、そんな感じですね。思ったより身近ですごい良かったです。あ、本当ですか。はい、まあ、人によってねもちろん違うと思うんですけど、私の場合は、まあ、9対1ぐらいですかね。クラシックが9対1ぐらい、はい、ポップスが1ぐらいですかね。この動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。